はい、どうも、ピクスイオスです。今回紹介するミニカーは、まず紹介します。次にちょっと違うものを紹介します。こちらですね。外れちゃって。ですね。まあ、タイトルにある Y30 の人から買ったミニカーっていうのをですね、買ったトミカかな。まあ、ちょっとどっちかわかんないですけども。それはですね、これを売ってくれた人がね、Y30 グロリアだったかなのワゴンあれに乗ってるんですよ。そういう理由です。まあ続いてこれですね。これ後で紹介したいと思います。これ何かわかる、この時点で何かわかる人結構すごいと思います。だからね、まずはね、こちらから紹介していきたいと思います。まずはですね、これロングトミカの通常品であったやつなんですけどもね。メルセデス・ベンツ・ウニモグの、クリク社ですかね。キリク社？どっちだろう？ちょっと、ウィキペディアタイム。キリク社ですね。クリクではないですね。キですね。なんか毎回これはどっちだっけってなっちゃうんですよ。キリク社ですね。はい。まあ以前この通常品をね、通常品じゃない、トミカショップ限定品をね、紹介したと思うんですけどね。まあちょっとせっかくなので並べてみたいと思います。なんか金ピカですわ。やっぱりご飯にしか見えないよな、これ。このようにですね。うん、両方同じですね。並べておくだけなんで、この辺にちょっと置いておきましょう。このようにですね、後ろが貨車になってましてですね。これは先頭を引っ張るウニモグになってますね。僕的にはこのウニモグの方が一番好きなんですよ。かっこいいですよね。後ろにはなんかよくわからん機械がいっぱいついてますね。まあ後ろにはこうなんていうんですか、出っ張りがついてまして、こうやって連結ができます。で、この連結した後は多分こっちも、このご飯号の方も、後ろにはね、このように連結する場所があるんで、このように連結することができますね。ちょっとギリギリ感はありますけどね。まあ砂利とね、ご飯をね、運ぶことができます。このように。まあ、このように、だいぶ長い連結ができるんですけど、なんかちょっとやっぱ、無理があるな。一応このようにね、貨車の方にもね、つける部分はあるんですけど、ちょっと無理があるかなって感じがしますね。まあ、これ単体だと結構、横転しやすいですね。まあこのようになってますね。まあ一応、ジャンク品で買ったんですけど、まあめちゃくちゃ綺麗ですよね。まあ貨車の方がちょっとだけ傷がありますけど、まあ、こんなの、まあ許せます。許せる程度ですよね。こっちは新品で買ったんですけど、こっちはなぜか赤っていう。まあ色的にはこっちの方がやっぱり、JR っぽいっていうんですか、そんな感じがしますね。さすがに赤のウニモグでこれはない気がしますね。消防車じゃあるまいし。ちゃんとね、黄色い回転灯も、まあ、両方ついてますね。続いてこちら。ジャン君で50円にしたら高じゃねえわ。安すぎるだろっていうミニカーですね。これ、なんだかわかりますか？こちらですね。アピタだったと思うんですけどね。アピタ特注の高速パトカーシリーズかな？その中の1台である、フェアレディ Z34 ですね。こちらはですね、警視庁が実際に Z34 を入れる前に発売されたトミカとなっておりまして、まあ、後ろにウィングがこのようについてたりね、後ろにポリスの表記がありますね。で、こちらが警視庁に配備されてから入った Z34 の通常品のトミカですね。こうやって見ると違いがいまいちよくわからないくらいよくできてますよね。まあ、黒の塗り分けの位置が違ったりですとか、ウィングの形の違いですね。で、横も Z34、ちょっと文字の表記がほぼ一緒です。文字の表記自体は一緒ですけど、なんかポリスの位置とか、フォントが違ったりしますね。で、フロントもね、なんかだいぶ、なんか、塗り分けのサイズが違う気はしますけども、なかなか似てますよね。まあ、金型は違いますけど、まあ、全面赤色灯はちゃんとこっちは再現してるっていう素晴らしいですね。かっこいいですね。これですね、本人も通常品か何かと勘違いしてたらしくって、
これ特注ですよって言ったら、あ、そうなのみたいな感じだったんで、まあ、なかなかいいものを買わせていただきましたね、これは。いやー、前から実はこれ欲しかったんですよ。だっけ、さすがにこれ結構特注のせいもあって、あと、実際に販売、納車された、配備されたっていうのもあって、結構人気で、まあ、2000ぐらいするのかな、今2000ぐらいするのかな。なんで、まあ、前から欲しかったんですけど、これはいいわ、ほんま。正直なんよくできてますよね、これ。対空表記なぜ K100 なのかはわかんないですけどね。サスペンションのアクションとドア開閉のアクションがあります。まあ、パッと見たですと Z33 のパトカー、栃木県警察仕様のあれにも見えるんでね。まあ、正直、間違いやすいと間違いやすいですね。まあ、もしかしたら皆さんの近くには中古屋さんにもね、こういう、査定ミスというかね、そういうのがあるかもしれないですね、これは。続いてこちらですね。ミニこれという感じですね。ターボミニと書いてありますけどね。後ろにはこのように、フェアレディ Z300 ターボ、シルビア、マーチとかね、いろいろね、もう、はい、ありますね。まあ、何かというとですね、まあ、このように、スーパーカー消しゴムってわかりますかね？それです。これなんだ。外れらしいです。当たりがあると何なんでしょうね。ちょっとわかんないですけど。まあ、ちょっとね、年代物なんでちょっと汚いですけどもね。発射器もついてますね、これ。発射器ついてこれ1個200円でしたね。まあ、同じ Y 様の方からね、購入したんですけど、これやばいですよね。ちょっと、詳しい写真はちょっと僕にはわかんないんですけどね、この、見ただけじゃ。なんだろうね、これ。これなんかサバンナ、セブン、アレクセブンっぽい感じはしますけど、これなんだろう。リトラクタブルライトなんで、カローラレビンは違うもんな。これどっちかというとスプリンタートーンなんですもん。なんだろう、これシルビアかな、なんだろうな、ちょっとごめん、わかんねえわ。後ろに書いてあるかな。あ、これパルサーだ。後ろに書いてあるわ、全部。あ、これフェアレディ Z なの？ごめん、誰だよ、サバンナっぽいとか言ったやつ。ちょっと待って、一台ずつ見ていきましょう。ちっちゃくてよくわかんねえけど。これが、シルビアだそうです。で、これは、これもフェアレディ Z か。これもフェアレディ Z。これはレビンだそうです。よくできてんな。で、これがファルサーですもんね。で、この白いのがソアラだそうです。へぇー。で、まあ、こんなのどうやって遊ぶんだよみたいな感じなんですけどね。この発射器を使って、まあ、こうやって、こう押すと、こういう風に遊ぶみたいですね。あら。いつもこれ動かないように固定してるの、なんか動いちゃったよ。まあ、もう一回遊んでみましょう。はい。ドーン！これ、当時より、小学生の間で流行ったと思うんですけども、なんて流行ったんだろうな、これ。なんなんだろう、これは、結局。よくわかんない。まあ、僕も、せっかくなんで購入したんですけどもね、なんだかよくわからないな、これは。まあ今日はね、この辺で終わりたいなと思います。まあ最後サムネタイムにして終わりましょう。まあこのトミカの他にもね、セルシオのね、ジャンク品を買ったんでね、まあいずれ警護含めでも作ろうかなって思ってますね。まあアンテナとかは面倒くさいんでやんないですけども。まあそうですね、まあ Z34、これはいい買い物したって感じですね。だって普通50円じゃ買えねえもん、こんないい、めちゃくちゃいい状態のやつ。まあ、ところどころ傷みたいなのはありますよ、正直。こっちとか。よーく見ればあるけどね。もう気にしないレベルですよね、これ。うん、こうやって並べてみると、もうどっちがどっちか正直わかんないと思います。本当に。まあね、今回はね、この辺で終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。